高田さん、椅子です。あ、これだね。ちょっと一回座ってみて。はい。あ、どうですか、座って。なんかすごくなんか疲れが取れますよ。ですよね。はい。この椅子がないとずっと立ってなきゃいけない。それは地獄ですね。そう。はい。この椅子がないとずっと立ってなきゃいけない。よし。あれ、西子さん、これちょっと座ってみてもらっていいですか。はい。ほら、見てこれ、はい、キャスターがついてる。あ、本当だ。これキャスターがあることによって、これ、はい、道がある限り、これどこにでもこれで住めるんですよ。あ、本当。あと松屋とかも行けますね。どこでも行けますね。すごい。で、あとこれハンドルとこれエンジンとかあったら、はい、これもほぼ車ですね。あ、車ですね。ハンドルとこれエンジンとかあったら、はい、これもほぼ車ですね。あ、車ですね。これ後ろ、そうそう、後ろスースーしませんか。あ、メッシュだ。そう、これあれなんですよ。これで夏場もこう風通しが良くて蒸れないね。蒸れない。汗も汗も汗もないですね。あ、健康器具なんですよ。あ、健康器具なんですよ。あ、もっと言うと、はい、これって、はい、本当に平等ですね。あ、そうですね。これ老若男女、これ宗教とか、まあ、国籍も問わず全員が平等にこれ座れるもんなんですよ、はい、これでもほとんどこれって、はい、平和な使者ですよ、これね。そうです。鳩みたいなもんですよ。鳩みたいなもんですね。もうほとんどこれって、平和な使者ですよ、これね。そうですよ。でも本当に最高ですね。本当にいつも、ありがとうございます。